ございます。アスリートプラス番組ナビゲーターの片岡あゆみです。日本列島は夏真っ盛り。夏のスポーツといえば高校野球を思い浮かべる方も多いと思いますが、この8月小学生中学生の硬式野球ボーイズリーグの全国大会が開催されました。今日は未来の高校球児たちの熱い夏ボーイズリーグをご覧ください。我々選手一郎は最後まで諦めず絆を大切にし、信頼できる大好きな仲間と最高の夏にすることをここに誓います。8月大阪で開催されたボーイズリーグの全国大会リポビタンカップ、今年で53回を数える歴史ある大会です。プロで活躍する藤原恭太選手、小園海斗選手もこの大会に出場。去年の夏女子高校野球で日本一に輝いた島野あゆり選手も大淀ボーイズで活躍したこの大会出身のスター選手です。今大会も全国から中学生48チーム小学生16チームが参加、ハイレベルな試合が繰り広げられてきました。日本一目指して順調に勝ち進み決勝に進んだ小学生の2チームを紹介します。15年連続24回目の出場の強豪東京世田谷ボーイズ、この大会も安定した試合運びで決勝進出を決めました。絶対大丈夫、もう僕たちなら絶対勝てるっていう言葉を常にかけながらやってきました。チームみんなで勝ち上がってきた試合なので、僕たちが楽しめる野球をやっていきたいと思います。挑むのは関西勢滋賀大津ボーイズ。創部当時はたった9人だったチームが10年目で快挙、初の決勝です。ドキドキワクワクします。全力で絶対勝つという気持ちで試合をしようという気持ちを伝えています。リボビタンカップ第53回日本少年野球選手権大会小学生の部決勝。初回、前回王者東京世田谷が猛攻を仕掛けます。先頭の栗原大河君がヒットで出塁すると、インタビューで絶対大丈夫と力強く話してくれたキャプテンの堀江蘭須君。ライトへ高いフライが上がっている。ライト追いかけますが伸びて伸びてその頭を越えました。今先制のホームイン。頼れるキャプテンの一振りで先制すると、続くチャンスで3番浅見蒼士君。打っていった、これをファーストも左を抜けました。ライトへ抜けていく。今三塁ランナーがゆっくりとホームイン。2点目。いきなりの3連続ヒット。この回さらに1点を追加し、東京世田谷ボーイズが主導権を握ります。リードをもらい先発のマウンドに上がったのは栗原君。ワンアウトから連続フォアボールでピンチを迎え、打席には滋賀大津4番曽我石門之丞君。インコース入りました。ストライク、見逃し三振。ツーアウトとなり5番滋賀大津キャプテンの広瀬理央君。三球三振。連続奪三振、ピンチを切り抜けます。すると直後の2回、そのピッチャー栗原君が打っていった。大きな当たりが飛んでいる。左中間大きいぞ。左中間真っ二つ割りました。バッターランナー一塁を蹴って二塁へ向かいます。そして打球処理がもたつく間に三塁に行きました。三塁も回った、回りました。ホームを狙う。ボールは返ってきません。世田谷ボーイズ4点目。ランニングホームランを放っていきました。さらに2点奪われ6点差とされた滋賀大津ですが、ここでビッグプレーが。ここも強い当たり、セカンド取れるか。おっとファインプレー。トスしてセカンドアウト、一塁はどうか。一塁もアウト、ダブルプレー。ファインプレーが飛び出しました。セカンドの山口。セカンド山口力也君がチームを救うスーパープレー。すると5回、ツーアウト三塁のチャンスを作り、打席にはこの試合先発した3番前田光太君。
いい当たりだ。ライトの右を襲います。ヒットになりまして1点返しました。しかし最終回の6回、東京世田谷ボーイズの打線が爆発。打者一巡の猛攻を見せ11対1と大きくリードを広げます。その裏、すでに2アウトとなり、東京世田谷ボーイズ連覇まであと1アウト。あと1球、空振り三振、2連覇達成。優勝は東京世田谷ボーイズ。春1回ちょっと出遅れてしまって、苦しい時期もあったんですが、僕たちなら絶対できるという強い気持ちを持って挑んで戦ってきたので、すごい嬉しかったです。続いて行われた中学生の部決勝。去年この大会を制した神奈川の湘南ボーイズ、優勝候補として臨んだ今大会も決勝に駒を進め、連覇まであと1勝。今までの試合全部みんなの力で勝ってきたと思うので、今日も全員野球で勝ちたいと思います。対するは愛知瀬戸ボーイズ。投手力で接戦を制し決勝進出、初の日本一を狙います。今まで OB 方がまだ全国制覇を成し遂げたことがなくて、自分たちが絶対 全国制覇をしてやるという気持ちを持ってやっていきたいと思います。決勝戦は連覇を目指す湘南ボーイズと初優勝を狙います愛知瀬戸ボーイズの一戦です。連覇を狙う湘南ボーイズの先発はエース木下雅人君。初回ランナーを許すも、愛知瀬戸3番倉地君をダブルプレーに打ち取り、攻撃へのリズムを作ります。すると湘南は1点を先制。なおもチャンスでキャプテンの5番原良樹君。打球はセンター前に落ちるタイムリーヒット。2点目を奪うと、さらにチャンスを広げ7番相澤玄君。このカウントから投げました、打ちました、三遊間を抜けていきました。三塁ランナー3点目のホームイン。ここもつながります。湘南ボーイズ、湘南が3点をリード。しかしすぐさま愛知瀬戸が反撃します。ワンアウト一塁二塁のチャンスを作ると、7番豊島玲也君。4球目変化球をレフトに打ち上げました。風も強いですが、おっと、頭を越えました。1点を返すツーベースヒット。このあとさらに1点を追加し、愛知瀬戸1点差に詰め寄ります。しかし続く2回に湘南が6対2とリードを広げると、1打席目タイムリーの相澤君。レフト後方、下がる、どうだ、レフトの頭を越えました。2点タイムリーで8対2、湘南ボーイズがリードを6点に広げます。守備でも4回、センター山口寛太君がこのプレー。湘南ボーイズが攻守で躍動します。試合は11対2、大量9点差で5回へ。このまま終わればコールドゲーム。なんとか点を取りたい愛知瀬戸。湘南のマウンドは2番手の剣持純平君。ヒッティング、ピッチャー返し、ピッチャー取って2塁へ送球。一塁はどうか、一塁もアウト、ダブルプレー。優勝は湘南ボーイズです。みんなが自分についてきてくれて、結果的に優勝でき、みんなで優勝できたことがすごい嬉しいと思います。小学生の部で優勝した東京世田谷ボーイズの皆さん、中学生の部で優勝した湘南ボーイズの皆さん、日本一おめでとうございます。惜しくも負けてしまいましたが、滋賀大津ボーイズ、愛知瀬戸ボーイズのナインが見せてくれた全力プレーは必ず次の夢へつながると私は思います。
甲子園球児、プロ野球選手、そしてメジャーリーガーへ、夢を追う少年少女たちの瞳はキラキラと輝いています。このチームで野球できるのは今年最後なんで、春は優勝したいと思います。結果は残すことができませんでしたが、ロースクールボーイズの一員として誇りを持って、これからも野球に取り組んでいきたいと思います。二刀流で大谷選手みたいな選手になりたいです。とても嬉しいです。みんなから信頼されて。